甘飾りさんは、長野県北隅郡小谷村と新潟県糸魚川市との県境にある、標高1963.2メートルの山である、病校と学士連山国立公園に属している。山頂は360度の展望があり、二等三角点が設置されている。猫の耳と呼ばれる掃除法となっており、南方には、標中と三角点が、北方には、 石仏が並ぶ北方、南方はそれほど離れておらず、標高差もさほどない。深田久屋の日本百名山にあることから、近年、登山者が多くなった。天飾り山は、標高があまり高くないが、独立峰のような山陽は堂々としており、日本海に近いこともあって、展望が素晴らしい。登山口には駐車場などが整備されている。 新潟県と長野県の県境に位置する天飾山には南北両方向から登山道が開かれているが山頂に置かれた石仏が北に向いているところから元々は越後、日本海側の信仰の山だったと推測される。新潟県側の登山道は熱川上流の天飾温泉から上南所沢と 高度倉沢を分ける薬師尾根を登るもので、距離は短いが、その分急登の連続である。現在は、尾根の末端から登られるが、元は、高度倉沢をたどり、中ほどにある余計寺の滝を、右岸から巻いてから左岸に尾根に取り付き、薬尾根城に出ていた。深田久屋ははじめ、新潟県側からの登頂を試みたが、道を失い、途中で断念したことを事情に記している。 長野県側の登山口は、姫川の支流、中谷阿川の上流にある、小谷温泉である。現在は、天飾り高原キャンプ場まで車道が通じ、ここを起点に、山頂から南に伸びる尾根の東南東方向に派生する、小尾根を残し、標高1445メートル地点で大会側のコース沢を渡り、 天飾り山の北東に位置する1894メートル峰の潮根を上り、両線図体に行くのが一般コースとなっている。この登山道ができるまでは大会側の中を歩いて行くしかなかった。深田久屋も、布団菱びしの下を回り込むように荒れ菅沢元屋を詰めて登頂しているが、このコースを最初にたどったのは、おそらく、冠松次郎であろう。 小谷村大網からのコースもあるが、登山者は少なく、むしろ春の山スキーで使われることが多い。天飾り山の南方には大所山という峰があり、標高は高くないが、独立法として突出していて、東側から見た様子が特に印象的な山で、天飾り山入り口や釜池を過ぎ、道の舗装が砂利に変わる地点にある、湯峠から登山に入ることができる。 南側のピークから見下ろす笹平には、山頂へとつながるクライマックスの道がついている。登山道を目でなぞってみると、それが、女神の横顔のように見える。深田久屋の著書、日本百名山には、死が登った山々の中から選ばれた百山が記されているが、この書は、気候文集ではない。山頂三麓落ちこちの山、我が愛する山々などの山岳気候をもとにした。 山格論と研究であり、それに随想を交えたものである。よって、日本全国からえりすぐった、眺望の良い山、登るべき山のベスト100であるというのは、大いなる誤解である。そんな深田久也にとって、天飾りさんは、特別に思い入れのある山であったと言えるだろう。天飾り山登山と天飾りの描写が、日本百名山以外に三つの文がある。死は、 天飾り山登山を三度試み、1941年の二度の失敗を経て、1957年にようやく登頂した。我が愛する山々に、ついに私は長い憧れの天飾りの頂に立ったという記述がある。今日、日本百名山のおかげで、天飾り山登山者は増えた。しかし、多くの人がたどる、登山道は、深田久屋が登った道ではない。 山頂からの眺め以外は、市が目にした景色とは、ことごとく違っている。また、初めて訪れた1941年は、熱の山口集落でバスを降り、現在の天飾り温泉まで3時間余りの山道を歩いているのだが、途中にあった、梶山集落はなくなっている。ありがとうございます。